しょちゃん、りっちゃん、そうです。さよチャンネル始まるよ。はーい、みなさんこんにちは。しょちゃん、りっちゃん、そうです。さよチャンネル。今日はポテトチップスモンブラン。スイーツ中で感じるかな。栗とクリームの風の味。風じゃない。中のちょっと待って、ママさ、メガネ忘れたから。止めた？栗とクリーム風味の最強タッグだぜ。タッグだ。超うまいぜ。これね、プロレスの人出してる。期間限定だって。スイーツなんとかすごい、ね。スイーツ真壁の甘ったれんじゃねえだって。早く食べたい。はい、甘いんだろうね。りっちゃんモンブラン大好きだ。あれれ、あらか、わ、すごい、モンブランにある。そうなんだ。ママの手はさっきのシュネルケンの匂いがずっとまだしてる。じゃあ食べよっか。はい、美味しいのか。いや、前買ったの。あ、いい匂い。なんかこれ何食べたの。しかもこのなんだっけ、この曲がってる感じ好き。こういうポテトチップス。携帯のあやまさ。うん、とても美味しい。美味しそう。すごい栗の味する。美味しい。昨日鹿児島に来てたらしいです。この真壁、うん、友達が見に行ったって。うん、美味しい美味しい。あのまずいグミの後だからもっと美味しいね。まずい、うん、まずい、シュネルケン、シュネルケン。今までの形よりも違った。シュネルケンだった。シュネルケンじゃない。シュネルケン、シュネルケンだって。シュネルケン、うん、美味しい。みかん味とかいろいろあったけどさ、美味しいね。なんかね、ショートケーキ味の焼きそばが出るんだって。12月5日だから買ってみるね。チョコレート味もあって、チョコレート味は2つくらいしか出るな。なんかこういう味が出る。多分今度もまたいろんな YouTuber さんが紹介すると思うよ。このなんていうの、ショートケーキ味も焼きそばだからゲットしようね。コンビニとかが早く売ってそうだね。おいしい、おいしい。すごいね、すっごいさ、筋肉ムキムキなのにさ、甘いの大好きなんだ。裏に888個モンブランを食べたとか下の方に書いてる。貸して。ドラえもんにも出てたんだ。
確か。ほら、ここにこれまでにモンブランを888個完食したぜだって。裏に書いてごめん。これかよ。うん。これとっても美味しい。裏に書いてあるよ。ママのポテトチップスこれも食べる？うん、美味しいよ。いらないよ。美味しいよ。いらないよ。ちっちゃん美味しいよ。食べない？お一つどうぞ、いっぱい余ってるよ。食べるの？あれの匂いがするんだ。違う、あのなんだっけ、母乳あげてる時に母乳が出やすくなるために飲んでたお茶の匂いがする。ミルクなんとかっていうお茶の匂いがする。ママが飲んでた、赤ちゃんにおっぱいあげてた時におっぱいの出が良くするために詰まるから飲んでたお茶の匂いだ。その匂いだ、今思い出した。ピカチュウ、ピカチュウがあげる時、みんなみんなあなたたちみんなにあげる時飲んでたお茶の匂いだ。何食べても大丈夫だ。多分冷凍庫にちょっと残ってるよ、そのお茶が。飲ませてあげようか。おっぱい出るとでも同じ匂いがする。だからこれ食べたらおっぱい出るようになるんじゃない？同じ葉っぱが入ってんだろうね、きっとね。あと20年早い。あ、なんで20年になったら30歳の10年リーちゃんブッサイク今すごい顔してたよ。どんな顔してた？こんなのってこれ臭いね。でもそのポテチはすごい美味しい。これ期間限定だからもうないんじゃない？まだあるのかな。次の期間限定はぜひショートケーキ焼きそばを紹介しましょう。美味しかったね。皆さんもぜひ買ってみてください。バイバイ。グッドボタンよろしくね。バイバイ。チャンネル登録もお願いします。バイバイ。チャンネル登録お願いします。また見てね。バイバイ。